はい、どうも皆さん、キャシーと申します。インサウンドマインド、続きやっていきたいと思います。メイヤー製薬の、極秘のね、研究所の奥深くに入り込んだところでしたね。ここが、一番重要な情報が眠っている場所なんじゃないかなと思いますので、一個一個見ていきたいと思います。テキスト系は特にないな、こっちは。こちら側は、なんで食べ物がたくさんあるんだよこれかな、中央情報局アメリカ合衆国エージェントレインボーの成分はい、この3つね、過去の実験では以下のような効果が現れた。記憶喪失、興奮状態、精神異常、幻覚。参考資料 BZ ウルトラモントークファイル、許可が必要。記憶喪失、主人公はもしかしたらこのせいで記憶失ってたというか、なんで今この状況に置かれているのかっていうのが分かってないっていうのはこのせいなのかな、もしかして。エージェントレインボーってよくさ、漏れてた謎の虹色の液体のことなのかな。ちょっと分かんないけど。あ、お薬もあったね。残り9個か、お薬。あ、もう1個あった。お、すげえ、3つもあった一気に3つも回収できたけど。すげえな、さすが極秘の部屋。ここら辺は特に関係ないかな。資材申請書、作業命令書番号。申請書作成者 J. マクレディ。あ、マクレディさんっていたよね、確か。補助研究チーム、プロジェクトに必要な在庫品。エージェントレインボー残留物で、トリプトシビン抽出物。はいはいはい。まあこれを求めてたってこと。まあよく出てきたやつだよね。他にはこれか。試験結果報告、実験室番号なんちゃらかんちゃら。分析サンプル、ザナグラフォゾル。よくわかんないけど。下見ていって。で、被験体牛。ああ、なんか牛に効果があるって言ってたよね、確か。で、あとイノシシ。ちょっと待って、牛は神経衰弱後に心停止、検体処分。イノシシは精神破綻後に深刻な脳内出血、検体処分。全然うまくいってないじゃん全然うまくいってないぞ。猿、検体は初めのうちは受容したように見えたが、すぐに緊張病症状となり処分。全部ダメじゃん。分析、ザナグラフォゾルは現段階ではまだ不安定であり、神経中枢系の影響は予測不可能である。人体での臨床試験に進む前にさらなる試験が必要。まあそうだよな、全部死んでんだからな死んでるわけじゃないか、処分しないといけないレベルになってたってことだね。で、ローズマリー・ジェームズ。ああ、なんか研究やってたっていう人だよね。これぐらいかな。あ、これぐらいしかないな。思ったより重要そうな資料ないねまあ実験やってたよっていうのが分かる程度だ。まあお薬が3つあったからいいか。はい、ということで、これ全部回収してこう。3箇所だよね。あとこっち、そう、これだよね、多分。これが多分エージェントレインボーってやつなんだよね。OK。で、なんかちょっと気になったんだよね、前回。前さ、ここ?ここだっけ?違うな。こっちか。こっちの部屋の、ここがバチバチ言ってたんだよね。ここ。そこがバチバチ言ってたんだけど、あ、分かった分かった、ごめん、これだ、ここだ。ここでバチバチ言ってたやつが向こうに漏れてただけだね。うん、別に関係ないわ。 OK。 ということで、一通り手に入ったのかな。必要なものは3つ集めなきゃいけないって言ってたやつは全部手に入れて、空き瓶もあるから、これで合成することが可能ということだね。 OK。
全部集まったからなんか起きそうでやだな。大丈夫か？とりあえず、よいしょ。こっちだよね。ここになんか入れるんだけど、ちょっと待ってね。合成みたいのってあったっけ？いや、別にないよな。小さいものを入れる。これより前に上かな？上に行くのかな？ちょっと待ってね。確か上のところに入れるのがあって、ここにこれ。まず1個。で、2つ目。で、3つ目。OK。これで3つ入れました。あ、なるほど。これで、空の瓶だね。空の瓶を入れて手に入れるんだ。ここに、薬の空き瓶。で、ポチッと。これでいよいよ、例の薬が手に入る。手に入らない。何が足りない？ここら辺を。ああ！なんだ？ちょっと待てよ。これで、今なんか緑のが通ったね。何かこれやっぱやんないといけないんだ。動かない。あ、なんか、とりあえず反応があるところまでやりゃいいのかな、これ。あー、ちょっと待ってね。これで多分通ったんだよね。これは？これ下からなんか持ってこないとダメか？それとも、こっちにあって、あ、オッケーオッケー。ちょっと待ってよ。このパイプを通って、そこに集めないといけないってことかな？そういうこと？上から来てるから、これを、これで右に流れる。で、これを右にやる。で、そこから、回しちゃった。下に流す。とりあえず下に持ってくんだよね、きっと。だからこれもそこから下来る。これ下なのかな？下でいいのか。これ上から来て左行ってこっち下行くから。なるほど。これで全部下に持ってけたから。次はここから、上から流れてきてるんでしょ？これをこっちに流す。で、これを下？あー、通った通った。なるほどね。じゃあこれも、こう流す。で、これを、こう流して、これは下かな？これ。下で通ったね。通った。で、あとラスト。これが？いや、違うな。下にあって、それか。これを、ちょっと待てよ。これを右にやるのか。これを右に流して、これを右。オッケー！これで全部通った。これで、全部光ってるね。3つ光ってる。オッケー。じゃあこれでポチッとな。これでなんちゃらっていう薬が手に入るんでしょ？ルアーピル。モンスターたちのお気に入りのようだ。食べてみようかな。安全だといいが。薬を投げる。薬を手に入れる。え、手に取るか。あ？え、飲んだんだけど。え、今飲んじゃったよ。え、薬を手に取るつもりだったんだけど、飲んじゃったんだけど、どういうこと？だから多分、これを、そこに投げると、爆発すんじゃないの？爆発しそう。ほら、そうだ、やっぱり。これでいけるところが増える。なるほど。でもこれ、あと1個しかねえけど。え、それ数増やすにはどうしたらいいの？なくなったらまた作れんのかな？ちょっと待って。
あれ、また拾える。あ、何回でも使えんのこれ。もしかして。でも、一個飲んじゃったけど。飲んじゃったやつはどうすんの？補充できないのかな？あ、補充された。あ、何個でも作れんだ。あ、何個でも作れんじゃん。じゃあ持てるだけ持っちゃっていいんじゃないのこれ。あ、すげえ、何個でも持てんじゃん。何個までいけんだろう。あ、6がマックスだ。なるほど。じゃあこれこ、あー、また飲んじゃった。あ、なんか体力回復した。回復アイテムでもあんのかこれ。なるほどね。オッケーオッケー。まあでもとりあえず今のところ回収できるから、トレーだけ取っちまえばいいんだな。オッケーオッケー、わかりました。あ、なんか折ってる。Too much for one man。 あー、そっか、落としたやつも回収できるから、そんなことをやる必要性すらなかったのか。 Maybe later。 オッケー、とりあえずこれで新しいところ行けるようになったから探索しようか。あ、え、おとり薬で敵をおびき寄せることができます。おとり薬でステータスを強化したり体力を回復することができます。だって、おとり薬なんだ。敵をおびき寄せることができる。体力回復だけじゃなくてステータスの強化にもなるんだ。へえ、なるほどな。わかりました。これはなんだ。なんかずっと出てんの消えねえな。ちょっと待てよ、これつけてる必要ねえな。ここにいる間はずっと出んのかな。あ、右、あー、梱包、どっからも入れなかったよね、そういえば。なるほど。じゃあそれに行けるようになるよってことね。ただこの入り組んでる感じすげえ不安なんだけど。この入り組みは嫌な予感がすんな。あー、なるほど、時間か。はいはいはい、わかりました。押してダッシュ。あーあー、ダメだ。ちょっと待って、道覚えよう。行って左奥行って、あとは道なりか。あとは道なり。オッケー、とりあえず行ってそこ入ったら左、あとは道なり。押すでダッシュ。ちょっとダッシュして、こう行って、いや、これ、間に合うか？あ、間に合った！オッケー！ふぅ、あ、薬あんじゃん。薬あるけど、まあ別に。よいしょと。これで、爆発！なんか蒸発したな、爆発というより。なんでこんなにたくさん薬あるんだろう。だって、回収。ちょっと、なんかたくさんいるよ、たくさんいるよ。ちょっと待って、待って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 、たくさんいる、たくさんいる。待って待って待って、どうしようどうしよう。ちょっと待って、痛い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 。これってどっち、爆発するやつ。死にさらせ、押せ。あ、爆発した、聞いたのかな、聞いたのかどうかもよくわかんないよ。いて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 、ちょっと待って、飲もう。あ、飲むんじゃなくて投げちゃった、投げちゃった。飲め、飲んで、オッケー。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ちょっと一旦待機したい、待機したい、待機したい。あ、なんかすげえ破壊してないこいつ。待ってくれ待ってくれ、ちょっと待ってよ。これがたくさんあるから、待って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 、いって、ちょっとなんか死にそうなんだけど俺。待て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 、薬薬薬薬薬飲め、薬を飲め。オッケー、ちょっと待って、一旦薬を飲んで、ショットガンで、待て待て待て、なんだこいつら、いって、待て待て、死ぬ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 、待ってくれ待ってくれ。とりあえず頭、
オッケー、一人やったな。頭。オッケー。え、なんか弱くね？やべえ、死ぬ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 。ほら。やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。こら。やべえ、聞いてねえ。あ、死んだ。くそ。マジか。オッケー、こっからだな。で、ちょっと待てよ。これいないよね、今。あ、そっから出てきた。投げといて、それで爆発するでしょ。爆発した、オッケー。で、ほら、ほら、待て待て待て、ほら、ダメだな。これで死んだっしょ。オッケー、あいつ攻撃するまでに ラグがあるから、頭打ち抜いた後走って、あは、こそのモーション早いでしょ。ほら、倒した。今回クソ楽だったな。さっきあんなに苦戦したの何だったんだよ。ノンノン、オッケー、さっきあんなに苦戦したのに。とりあえずヤスとの戦い方はもう分かったね。あ、薬めっちゃあんな。とりあえずあいつらは一旦止まるから、止まった後にゆっくり頭をヘッドショットしてあげれば、まあ怖い相手じゃないね。 OK、 ただ薬こんなにある必要性あんのこれ。飲むか、じゃあ飲んで回復しといて。で、間違って飲んじゃわないようにこっちにしとくか。じゃあ、ドライバー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 と。あー、なるほどね。これが、1でいける ?1 でいけてるっぽいね。開いたね。OK。一回開けちゃえすれば関係ないからね。オッケー。一応、あー、なるほど。これで、外に出られるようになるね。オッケー、オッケー、オッケー。で、あと一箇所。これか。これそうだよね。はいはいはい、焼却炉のところ。これで、ここが通れるようになったよって話か。じゃあ、ちょっとここら辺、ちょっと調べますね。うん、特には他にはなさそうな感じでしたね。とりあえず、目的としては、そうだよね。ルアービルを使ってビルを落ち着かせるっていうのが目的なんだもんね。だから、もうここは完了なのかな？そういうことで良いのかしら。もう戻っていいのかもしんないね。じゃあ、この中ちょっと、薬とかね、取り忘れてるものあると思うんで、探索します。薬回収をしたいと思います。あれ？なんでこれ復活してんだ？なんでこれ、どうしてるんだろう？意味わかんない。復活してたね、今。あ、なんだこれ。これ、前なかったね。前なかったやつだ。その顔、同じ冷凍庫のトリックをまた使うと本当に思ってたのか？バカにしてもらっちゃ困る。そんな怠け者じゃない。あー、なるほどね。そういえばあったもんね。スーパーのところで、冷凍庫に閉じ込められたもんね。あー、はいはいはい。この中に入った時に、そういえばこちら側に、ストーカー男いたもんね。その時にわざわざこの文章を残したんだ。かわいいな、それはそれで。そこになんかありますね。すっごいとこにあんな。それを取るためにはここか。ここを通っていくしかないと。うわー、落ちそう。すげえ落ちそう。しゃがんで、これ回復？これも弾か。ショットガンの弾だ。あー、じゃあ関係ないじゃん。なんだよ。お薬かと思ったのに、違ったわ。
危険なだけだわこんな。あー折ってしまった、危ね。オッケー、一通り見ましたけど、他には特になさそうですね。ただ、1階のところ、ブルがいたところなんですけど、ここですね。ここで1箇所気になる場所があって、もうブルはいないかな？これこれこれ。ここから多分ブルが入ってきたと思うんだけど、ここから外には出れないのか。あ、出れないね。これがね、すごい気になってたんだよね。外が見れるというだけで、ここから出られるわけじゃないんだ。そっか、じゃあないわ。じゃあ多分工場内にはもうお薬とかはなさそうな気がするので。大丈夫か？なんでこんなに。ん？何これ？薬を使ったなら奴らは来る。どういうこと？あ、薬がたくさん折ってる。薬を使ったなら奴らは来る。どういうことだろう。とりあえず1個飲んじゃうか。 OK、 とりあえずこれで。あれ、外に出られない。薬を使ったなら奴らは来る。あ、もしかしてそういうこと。この薬で敵をおびき寄せるって言ってたけど、こういうこと？こうやってやることによって、おー来た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 、ブルを採石場へ誘い出す。なるほど、そういうことか。おびき寄せるって、なんか食ってんな。採石場ってどこ？採石場？ちょっと待って、どっかに地図あったよな。あっ、折ってきた。ビッターリクス。あ、やっぱり撃てばよかったんだ。なるほどね。いや、これさ、前この上のところにさ、薬あるけどどうやって取るんだろうって言って放置してたんだけど、撃てばよかったみたいだね。あの時も撃ったら取れるんじゃないかって言って、撃とうとして結局撃たなかったんだけど、撃ったら取れましたわ。びっくり。とりあえず、ここにボルトの、チップをね、全部はめることによって、バチバチしてるやつが全部なくなるみたいだね。うん、それがなくなることによって一体何の意味があるのかよくわかんないけど。まあ、とりあえずまた使うかもしれないから一応持ってっておくか。なるほど、ここから入ったんだ。なるほどね、ここだ。これ中から見えてたやつだ。これ中入れ、ああ、ジャンプできなかった。こっからじゃあダメだ。ダッシュジャンプで入れるかなって思ったけど、やっぱり入れないわ。オッケー、とりあえず、いやダメだな、気づかれんな。おりゃ、これで爆発するでしょ。爆発したらここ開いた。あー、ちょっと待って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 待て待てや。今お前とやり合ってるつもりはないんだよ。やばいやばいやばい。じゃあ中に入りたいのよ俺は。いい、オッケーで、薬、オッケー、薬ゲット。ここには絶対あると思ってたからね。よし、これでお薬は残り5個だね。とりあえずこちら側で回収できそうなやつは一通り回収したような気がする。ちょっと電車内に、貨物の中に入ってるやつはちょっとよくわかんないけど、まあ一旦無視しよう。で、こちら側に来たわけだけど、採石場に圧を追う呼ぶってどうやるんだ？それ爆発させられるよね？これ爆発させられるんだけど、これ爆発させることによって入れるようになる？ちょっとこれ爆発してみる？よいしょ。
どうよ。おおお、開いたねー。ビンゴだねー。オッケー。じゃあこれで廃棄場エリアだったっけの中に入れるようになったってことかな。あ、でもここもしかして目的地じゃないかもしんないな。これは目的地ではなくってお薬回収場所かな、もしかして。なんかこちら側に、そうだね。お薬回収場所だ。残り4つ。これもしかしてさ、地図を見た限りこの先をなんか抜けていくような感じになってたから、ここ突破させんのか、あいつに。もしかしてだけど、ちょっとあいつ呼んでみるか。多分そういうことだと思うんだけど。来いよ。 OK、 来い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 。おい、あれ気づかねえ。あ、気づいた。 OK で、あいつをこっちに呼んで、 OK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  で来て、で、ここどうよ。 OK、 ビンゴだね。これであいつをこっちに呼ぶことができた。ああ、ちょっと待って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 、一旦中に隠れる。で、中に隠れつつ、どうしようかな、お薬回収してくるっていうのもありだな。向こうに行くのを確認したら OK かな。よし。まあでもこっちにおびき寄せないといけないんだけど、いけないとはいえ、まずはちょっと調べる。ああ、ちゃんと回収できんじゃん、やっぱり。あ、でも突破させないとダメか。結局は、あ、違うな。重要なアイテムではない。あ、来たな。今、そうだよね、ここから有毒物質投棄エリアに入って採石場に行かないといけないから突破させんのね。いいよ、来いよ。よいしょ。あー、ちょっと待って、また走ってくんなかったな。オッケー、じゃあこいつと鬼ごっこしながら、ちょっと待ってよ。有毒物質ってなんかいろいろあんのかな。これダメージ食らったりする。こっちになんかアイテムあったよね、そういえば。あ、でもこれ関係ないか。重要アイテムではない。あー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 、怖い怖い怖い。まためちゃくちゃ広いエリアに来ちゃったけど。行って、ちょっと待って。今、雑魚敵いなかった？雑魚敵いるね。ちょっと待って、あの雑魚敵さ、もしかしてさ、ブルの突進で死んだりしねえんかな？ブルの突進で死ぬんだったら、袖で倒したい。なんかブルの突進で倒せていそうな気配もなくはない。ちょっと待ってくれ。一旦、そうだな、これ探索してる余裕ねえから採石場行っちゃおう。とりあえずブルを使わないとこの先行けねえぜっていうものでない限りは、基本的にはブルを何とかした後で、回収可能なはずだから、とりあえず採石場まで行こう。ちょっと雑魚敵がめっちゃいんのがすげえ気になるけど。あー、めっちゃ来てんな。ちょっと数多すぎる。やーべえな、これどうしよう。その数やべえ。待ってくれ、まともに普通に戦ってたらダメだな。何かいい方法ねえかな。どうする、どうする、どうやって対処する。なんかでも爆発物質もねえんだよな、ここ。やーべ、ちょっと待ってくれ。破壊できるアイテムもないんだけど。な、ちょっと待ってくれ。ちょっと行って、ちゃんと走ってくれ、頼むから。なんだこれ、なんかよくわかんないけど。危な、いや危なと言いつつ、これめっちゃダメージ食らってそうだけど。
これここで、いやーこれダメか、ちょっと待てよ、一旦これお薬飲んで、でお薬取る、で拳銃持って、お前オッケー、とりあえず一直線になってる状態で、ダメか、いやダメだ、壁通り抜けてきやがる、いやダメだ、ちくしょう、いや数が多すぎんな、いや勝てダメだ、弾がなくなる、あぶね、ダメだ、まともに戦ってたら弾がなくなる、そうか、ここをやつに突破させないといけないんだな、よいしょ、これでやつを呼んで、あ、なんかトンネルがある、あ、そこもなんか、ちょっと待ってくれ、やつをどこにおびき寄せないといけないんだ、ちょっと待って、これきついぞ、マジできつい、ちょっと待てよ、ほら、ちょっと待って、これ長期戦だな、ほら、オッケー、これはあそこに補充をしながら戦うのが正解かもしんないな、一気にクリアしようとしないで、あ、倒しきれない、待て、やーばい、オッケー、戻ってこれた、補充しに行こう、あ、もう薬生成されない、マジで、そんなバカな、無限に取れるわけじゃないのか、やっちまったな、回復のために無駄に食っちまった、最悪や、やーべえな、ちょっと待って、ただ信号弾の補充はできるから、とりあえずあの雑魚どもはこの信号弾の補充でなんとか処理するしかねえな、で、あそこにいるでしょ、死ね、オッケー、とりあえず信号弾を使っていってえな、やつらを葬り去るしかない、いるね、いるね、いるね、いよいよ、ほら、うわっと、そっちから来たか、どっちにいんだよ、わからんのよ、とりあえずあいつ倒す、まずい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 、ちょっと待って、すぐ弾なくなる、いいぜ、こっちはもう長期戦覚悟だ、死ね、お前ら全員信号弾で葬り去ってやる、オッケー、で、やっぱお薬結構折ってるね、とりあえずここら辺の雑魚は全部一掃した方がいいかもしれない、あとこれやっぱり有毒物質が漏れてるっていうぐらいだから、これ入るとやっぱりダメージ食らうっぽいね、ここら辺も多分探索するといろいろあるんだろうけど、ここら辺の探索はまあ後かな、細かい探索は、あ、薬とか折ってんね、ただこういうところをやつに破壊してもらわないといけないから、何箇所あるんだろう、なんだなんだ、敵か、あ、いるね、オッケー、じゃあこれで装備してここに投げれば来るかな、あ、飲んじまった、また間違えた、あ、なるほど、投げたらこれ転がってたんだ、なるほどね、これ大丈夫なのかな、あ、でも回収はできないね、いや来ねえじゃん、あ、来た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 、来るわ、やっぱり投げると来るみたいだね、
止まった。おい、こっちだよ。あ、効いてる、信号弾効いてる。あぶね、オッケー、破壊してくれたね。オッケーオッケーオッケー、そこ破壊してくれればオッケー。あ、信号弾こいつに効く、まあ効くっていうか反応するんだ、当たれば。オッケーオッケー、いいよいいよ。あ、ここにもなんかある。で、とりあえず1箇所は破壊してもらったからオッケーで、あと2箇所かな、多分破壊してもらわないといけないのは。まあそれも確認しないといけないところではあるんだけど、ちょっと待てよ、一旦そこにいて。やべ、えらい遠く転がってっちゃったな。反応してなくね。ちょっと待って、せっかく投げたのに全然ダメじゃん、なんでやねん。で、多分線路の先のところに多分あると思うんだよね。やつに破壊してもらわないといけないやつが。そうだよね、やっぱりそうだよね。こことそこ、あと2箇所、多分あと2箇所で終わりだと思うんだ。Too much for one man. 雑魚敵はもういないかな？たくさんあるね。あれ、雑魚敵もう一掃したのかな俺。まあそれならそれで。ではこれでそこに向かってポイッと。飲んでどうすんの、投げて、よいしょ、オッケー、投げた。で、多分やつは、うん、目が緑色になってるから向こうに向かってくれるはず。向かってるね。オッケー、じゃあ薬回収して、破壊したかな、したね。オッケー、あと1箇所、あと1箇所破壊すればお前の役目は終わりかな。このどっちだ、ちょっと待ってくれ、向こうだ。やばい、ちょっと待って、そこに向かってポイ。あー、そこで止まっちゃったか。そこで止まっちゃダメなんだよな、その先に突撃してもらわないと困るんだけど。まあでもいいか。そこまで来たのであればここにいれば突っ込んでくれるでしょう。ここだっつってんのに。あ、倒せるんだ。あ、そういうこと？やっぱりそうなんだ。いや、元からさ、なんかおかしいなとは思ってたんだよね。この信号弾のさ、弾がたくさんあるから、なんでこんなにたくさんあるんだろうって思ってたんだけど、信号弾を目に当てれば倒せるんだ。なるほどね。わかりました。いや、こっちだっつってんのに。オッケー、いいよ、突っ込んでこい。オッケー、破壊してくれたね。よし、これでお前の役割は終わり。やばい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 。で、目的はクワッ、いってえな、チキショ。こっちが目的のはず、多分ここ採石場だよね。で、この中に来ればやつは入ってこれないはず。 OK かな。あ、中になんかあるけど、中にバルブもある。これは中に行けばいいのかな。なんか外でやかましいけど。電話が鳴ってる。電話電話電話、どこよ。これか。全ては何のためだ。お前とマックスはとてもよく似ている。優先順位がめちゃくちゃだ。近づきさえしなければよかったんだ。この状況全てがとても疲れる。さて、赤い布を、揺らしたのはお前だ、闘牛士。このお寿司をなんとかしろ。なんとかしたいんだけどね。ここにアイテムたくさんあるね。テキストもあるし、
薬はとりあえずこれで一通りかな。で、テキストがある。ミノス採石場、メイヤー製薬はちょっとうるせえな。なんとかできねえのかな。これ押すとどうなる？あ、開いた、あそこが。ちょっと待ってね。テキストを読む前にあいつなんとかしてんだけど。行った！これバルブをやることによって、これ何の意味があるんだ？なんだ？何かが起こったけど、何が起こったのかさっぱりわからん。限界突破って言ってる。ちょ待って、あいつさ、もうどっか飛ばすか。よいしょ、 OK。 これで静かになるでしょ。はーい、やかましかった。とりあえずなんかどっかが開いたっぽいけど、まあ、とりあえずテキスト読もう。ミノス採石場をメイヤー製薬が買収。ジャニスレックスによるコラム。火曜日、ミノス採石場は公式に閉鎖された。医療科学分野における米国のトップ企業であるメイヤー製薬が採石場の土地、その他にもいくつかを購入したと発表した。古い工場を最新の流通センターに改築する計画を2ヶ月以内に開始するとしている。あ、この場所を流通センターにしようとしてたんだ。とても楽しみにしていると語るのはメイヤーのヒル氏。我々はミルトンヘイブンを大切にしており、この素晴らしい街のために雇用創出の機会を提供できることを誇りに思います。この街の家族になれる日が待ち遠しいです。この歴史のある採石場は何十年もの間ミノス社が所有運営し、主に銀と鉛を採掘していた。ミルトンヘイブンの人々にとっては雇用基盤になっていた。この10年間で採掘量が減少し始めたミノス採石場は操業を合理化して、採石場加工工場、隣接する発電所全体の労働力を大幅に削減した。メイヤーはミノスの救世主さと語るのは、買収時の数少ない従業員の一人であるボブ氏。おう、ボブ、ええやん。俺は構わない。ドカンと石器時代まで吹き飛ばされない限り、いつだって人々にはガードマンが必要だ。いいね、ボブ、インタビュー受けたんだね。よかったよかった。オッケー、とりあえず、やつ、まあ、暴れてねえからいいか。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。今回は、有毒物資投棄場を抜けて、この採石場まで来たところですね。そろそろラストかな？うん。で、破壊してもらったところは、このトンネルの入り口破壊してもらったんだけど、ここにおそらくお薬とかもあるんだろうね。まあ、それは後で回収するとして、次回は採石場の攻略をしていきたいと思います。ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。